ごきげんよう。時々、まるで何々、な、そっくりスイーツを作っているうぶ主です。今回は、まるでトーストのような、タルトを作ります。それ普通のトーストに、トッピングでいいのでは？そういう声が聞こえてきそうですが、トーストと違って、時間が経っても美味しくいただけます。普通の食パンより、一回り小さめの、可愛いトーストタルト、土台から作っていきますよ。小麦粉と砂糖でもいいのですが、測るのが楽なので、市販品を使用します。今回はダイソーのミックス粉を、使用します。ちょうど一袋で2個分できます。ミックス粉のレシピには卵黄のみ使用とありますが、今回は溶き卵を使用します。常温に出しておいた卵を、十分溶いておきます。バターをクリーム状にします。溶き卵を大さじ1加えて、よく混ぜます。分けて加える方が、混ざりやすいです。残り大さじ1加えたら、もう一度よく混ぜます。ミックス粉を加えます。最初はヘラで切るように混ぜます。そぼろ状になったら、ヘラの出番は終了です。あとは手で押すように、まとめていきます。まとまったらラップに挟んで、冷蔵庫で20分休ませます。使うのはこれもダイソーの、シリコンの目玉焼き型です。オーブンマットか、クッキングペーパーを敷いて使います。冷蔵庫から出した生地を、綿棒で伸ばします。だいたい、4、5ミリの厚さくらいで、OK です。生地を半分に切って、型に詰めます。はみ出した部分は綿棒を、転がして、切り取ります。縮み防止に、フォークで穴を開けます。クッキングペーパーを折りたたんで、生地の側面に貼り付けます。なくてもいいとは思いますが、膨張剤が入ってる生地ならやっておいた方がいいかも。こうすると、パンの耳らしい縁が出来上がります。170度に温めたオーブンで、12、15分焼きます。焼き上がったら、このまま冷まします。生地を先に焼かずに、アーモンドクリームを詰めてから、一度に焼いてもいいのですが、それだと、アーモンドクリームが焼けすぎて、思った色にならないのです。いろいろ調整した結果、トーストらしく見えるのは、この量がちょうどいい感じでした。タルト生地同様、柔らかくしたバターに、砂糖を加えて混ぜます。卵も数回に分けて加え、その都度よく混ぜます。卵を混ぜ終わったら、アーモンドパウダーを加えて、混ぜます。アーモンドクリームを、タルトに詰めて表面を、ならします。170度に温めたオーブンで、12、15分焼きます。焼き上がりました。型に取っ手があるので、外すのも簡単です。基本のトーストタルト、できました。あとは、何でも好きなものや、家にあるものを組み合わせて、トッピングしちゃいましょう。チョコクリームとバナナは鉄板ですね。ホイップクリームと2種類の、桃も、なかなか美味しいです。冷凍のベリーを使うと、お手軽ですね。マンゴープリンを計量スプーンでくり抜いて、クリームに乗せました。缶詰の応答やあんずでも、それっぽくできそうですね。アーモンドクリームの代わりに、カスタードクリームやプリン、レアチーズケーキもいいですね。キャラメルプリン液を入れて、固めて、ホイップとチョコソースをトッピング。いろいろアレンジが効きますね。焼き上がってすぐだと、サクサクで香ばしいですが、時間が経ってからでも、しっとりほろっとして美味しいです。普通のタルトも素敵ですが、ちょっと変わったものを、プレゼントしたいときいかがでしょうか。よければ作ってみてくださいね。それでは、